こんにちは。今日は15歳ワンコピノちゃんのご飯のお話をします。同じようなお年頃のワンちゃんの参考になったらいいなと思います。まずは食欲の一番ある日です。自分から食卓の前に行ってご飯が来るのを待ってる日があります。こんな日は何だって食べます。次はご飯の匂いや茶碗をカチャカチャする音に誘われて、あ、ご飯だと部屋の中をうろうろし始めます。そして自ら食卓の方までお部屋の中を移動していくんです。これ見えてないんですよ。すごいと思いませんか？匂いに誘われてお茶碗の位置を自分で探すんです。あ、見つけた。ピノが元気な時のご飯です。ヒルズの消化ケア ID、 袋とペテグリーチャム11歳から用のチキンともう一つビーフ味っていうのがあります。これを順番に使っていきます。それでは通常ご飯の作り方のご紹介です。ヒルズの消化ケアをお湯で20分ぐらいふやかして、スプーンの背を使ってすべてをすりつぶします。そこにこのご飯を混ぜていきます。この袋の中にパックが3パック入っています。1パックの半分をご飯に混ぜていきます。だいたい1日で1パックを使い切るようにしています。出来上がり。最近は手作りご飯を混ぜることもあります。鶏ひき肉とご飯を混ぜて冷凍したものをチンして加えます。それをまたすりつぶして混ぜます。次はあまり食欲がない日のパターンです。ご飯、ご飯だよと呼んでもあまり反応しません。少し食欲がないときは、通常のご飯で食べないときは、このチュールを後乗せしてみます。ピノはチュールをそのまま舐めることはしません。先っぽが舌に当たって痛いのか怖いのか、必ず指から舐めるか茶碗から舐めます。そして最後、食欲のない日です。ご飯だよ、食べて。あれ、今日調子悪いかもしれない。抱っこして食卓の前に連れて行ってあげても、ご飯を食べようとしません。それでもなかなか食欲が出ないとき、こんなのを使ってみたりします。中に六穀ご飯が入っていたり、緑黄色野菜が入っていたりするんですけど、ピノちゃんは炭水化物を少し取りたいので、これがいいかなと思って食べさせています。毎日じゃないです。食欲がなくてご飯が食べれないような時に、このチュールの総合栄養食っていうのを使います。1日のご飯が2回で取れない時には、お昼にこれを与えたりします。そして具合が悪い時、全然食べれなくなってしまった後は、これ病院で出してもらったヒルズの回復期ケア、これならなんとか食べれることがあるんです。でもこれ病院でしか売ってなくって、
どこのお店を探しても売ってなくって、結局楽天市場で手に入れました。なんとお値段は1貫で500円ぐらいします。それでもどうしようもない時があるので、お家に3貫ぐらいはいつも置くようにしてます。そして本当に何も食べれない時は、何と言ってもささみ。もうお年頃ですので、食べムラがあり、何日も何も食べれなくなってしまう日が出てきました。とにかく何でもいいから食べてもらいたくて、毎日頑張っています。高齢ワンちゃんの参考になるようなことがあったら嬉しいです。